PDBJ の大阪大学タンパク質研究所の横地と申します。日本タンパク質データバンクっていうのは、核酸やポリマーの生態高分子の構造データを集めた、世界で共通のアーカイブです。で、PDBJ としてはアジア地域の登録付けを行っています。で、主な検索機能としては、ここにちょっと今日は紹介できないんですけども、日本語でのクエリや、キーワード検索や SQL を使った詳細な検索なども行っています。で、我々は単独で行動しているわけではなくて、WPDB という国際組織の中の一員としてデータシステムの開発を行っています。で、今年度は PDB50 周年ということですので、年間を通じて記念イベントを開催いたしました。最初は5月の全体のキックオフシンポジウムを行いまして、先月、日本生物学会のサテライトシンポジウムを開催いたしました。で、近年の PDB エントリーの登録数なんですけれども、昨年、年間処理数が最高を記録いたしまして、1万5千件を超えました。で、本年度も引き続き、多くの登録が寄せられています。しかしながら、データの急増はあるんですけれども、データ登録の業務という関係については大きな負担が今かかっております。で、これを解消するための、措置というのも同時に開発しています。ですので、簡単に済むような、エントリーというのは、比較的自動的に済むんですけど、それ以外にオーサーとのコンタクトが必要な場合があります。で、こういった増大するデータに対する対応としてましては、登録システムのワンデップの改良は、そもそも化合物の記述する3文字表記がすでに、枯渇する状態になりつつありますので、それぞれのコードの拡張なども予定しています。それから現在ある PDB コードを、PDBID をそのままにしたまま、登録者自身が原子座標をさらに改良したものをアップデートするということもできるようになってきました。で、もう一つは、この PDB に登録されているデータの利用性、あるいは発見可能性を向上するためにいろんな活動を行っています。まずは、そこに見えているのはトースターの分子の記述の改良を行いました。これまでそれぞれか、細かく動作ごとに分断されていたのが、この一つのまとまりとして表現することができるようになりました。それから低分子離岸に関しては、その構造と実験データの一致度の違反というのも検出いたしまして、そういったものは、検証レポートの中で報告するようになっています。で、低分子離岸に関しては、電子密度マップとモデルの構造を両方表示しています。それから今まで、あと NMR の実験情報に関しましては、検証け、えー、制限情報について、検証を、あ、それを、解釈した上で、違反数っていうのをぐら、表示できるようになりましたので、PDB にあるデータを、有効利用するための指標としてお使いいただけると思います。から本年度、新型コロナウイルスによって、PDB の取り組みとして行っていますのが、特設ページの開発いたしました。で、現在、PDB の中には1640件の SARS コロナウイルス2のエントリーが、存在しています。これは驚くべきことに、PDB 全体のすでに 0.9% に相当するエントリーです。だから、この、SARS の、登録された方々、登録者に対しては、直接 PI からコンタクトを取りまして、即時こう論文公開ではなくて、即時公開するということを提案しています。で、その他、教育分野での奉仕活動っていうのもよく続いています。形がよく見えるので、中高生とか、教育分野にはよく、理解されるような、いるような、取り組みっていうのを非常に続けています。本年度はオンラインでしたんですけれども、地域ではあります。中高生が集まる場にも出張して、セッションというか、それぞれ直接顔を合わせて、PDB にある、こうやってる構造をどう理解したらいいのかということを講演しています。この中では、アルファベットこのウイルスに対しても、構造についてもよく説明していまして、ここにあるように、アルファ、デルタ、オミクロンの変異株についても、どうして免疫を解除す、えー、
免疫を対して、まあ、逃げることができるのかということもこの図を見、この中で分かるような仕組みっていうのを用意しています。で、まあ、もっと専門的な領域、エキスパートに対してはデータの共有と利用促進を、向けて活動しています。まずは事前知識や実験データで構造モデルを評価するっていうシステムが、まあ、WWPDB の検証レポートを拡張することで対応していました。で、先ほどお見せしたように低分子リガンドや、電子密度あ、電子顕微鏡の EM マップ、それから NMR 実験情報のバリデーションというのを行っていまして、ここに右にあるように、まあ、指標として評価することができます。で、このエントリーがどのぐらいのクオリティを持つのかっていうのは一目で分かるようになっています。で、もう一つは PDB に格納されているデータの分子カテゴリーをきちんと、まあ、適正に記述するっていうことが必要になります。これまでこの PDB に入っているデータっていうのは、CCD といわれる CHEM コンプディクショナリーという、まあ、いわゆるアミツワンで3文字表記というものに対してポリマーを作ってコーディネートが載っている形でした。で、この中に、この当てはまらないのがやはり糖鎖っていうのはブランチしたものですので、ポリマー、リニアにつながったポリマーとしては無理があります。で、これらを改良するためにカルボハイドレート専用のカテゴリーを用意して記述するようになりました。それから非リボソームペプチドの記述に関しても特別なディクショナリーを用意いたしまして、それを発見しやすくするような活動を行っています。で、今お見せした PDB に格納されたデータとそれを評価するためのバリデーションレポートっていうのは、実はオントリジェは、まあ、バリデーションレポートが後で開発されたものですので、本当はこれちゃんと情報をどっちからも取れるようにしなければいけないんですけれども、まあ、そういった取り組みっていうのは今までなかったので、実はこのバリデーションレポートと PDB に格納された座標情報っていうのを1対1で対応するっていうのは、で検索するっていうのは非常に難しいことになってました。で、もう一つの問題点としては PDB と外側のデータベースリソースとのやり取りっていうものに関しても少し問題がありました。まずは、PDB で使われている MMC フォーマットっていうものなんですけど、これは、まあ、インターネットが出始めた頃に、まあ成立されてきましたので、まあそれから PDB に格納されたデータと、その他のデータベースとのやり取りっていうのは、その永続性が非常に問題になりまして、その MMCF の中では URL っていうのは禁止されています。だから PDB に格納されるメタデータ、他のデータベースからのメタデータっていうものは、PDB にフェデレートされたデータリソースっていうものになってからでないと、入ってきません。ですので、まあ、非常に限られた数のデータ、外部のデータベースと PDB との間のやり取りっていうのは行われているだけでした。まあ、この結果、まあ、遺伝子オントロジーから PDB を直接検索するっていうことには支障がありました。で、我々は、このプロジェクトを通して、解決策としては、PDBXMMCF をマスターフォーマットにしつつ、他のリソースとの容易につながる Web 標準技術である RDF を採用して、これらの間の連携を深めるということに取り組んでいます。まあ、すべての PDB コアアークの RDF 化するために、まずはそのバリデーションレポートと PDB に格納した座標情報を、まあ、行き来するために、バリデーションレポートのオントロジーを完全に、まあ、再編成いたしまして、これを RDF 化いたします。で、もう一つ、PDB と他のデータベースとのやり取りを取り入れるために、この SIFTS っていう、まあ、Structure Integration with Function and Taxonomy っていう、まあ、こういったような PDB で取り組んでいた取り組みがありまして、これを MMCF に取り組んで、取り入れることで PDB と他のデータベースとのやり取りを直接的に行うすることができます。だから、まあ、新しくできた非リボソマルペプチドのディクショナリーである、これら、BARD って言われるディクショナリーを RDF 化いたしました。で、まあ、これらの作業を行うことで PDB にあるデータ、
それからバリデーションレポートにあるクオリティに関する情報っていうのは外部のリソースと直接つなぐことができます。まあ、ここにお示ししたのは今、PDB、開発した PDB のからと他のデータベースとの直接やり取りができる状況になったデータベースを外部リソースを表示しています。で、これが何ができるかっていうことになるんですけども、まずはジーンオントロジーや、まあ、その他の外部のリソースから何か PDB を検索して、その中でバリデーションレポートの中で非常にいいものを探すっていうものにはまず役に立つことになります。で、これは一部スパークルクエリーっていうものを書いてみたんですけど、まずは新型コロナウイルスのプロテアーゼを拾って、そのメインプロテアーゼを指定します。まあ、これはジーンオントロジーでも何でもいいんですけども、で、その後、バリデーションレポートの中に入って、そのまま、構造が、その複合体の中の化合物の方の、まあ、クオリティがいいものっていうものを検索することができます。まあ、実際にこのトップに出てきたものが、ここでまあ非常に電子ミスのよく合うもの、リガンドっていうものがメインプロテアーゼに対して、見つけることができます。で、これらは2021年に合意された、新しく合意された、チャーターに、まあ、RDF が、PDB のコアアーカイブの、まあ、セカンダリーフォーマットとして取り入れることになりました。で、今後の取り組みといたしましては、RDF でつながったデータの応用、それから今開発した PDBJ で開発した RDF のアーカイブを各サイトで共有化するという方向に進んでいます。それから、まあ検証レポートをその都度、市場にコミュニティの要請によって改善していくということは進めています。まあ、元に、まあ、PDB の変わで変わらないものっていうのもあるんですけども、これはデータのありかをちゃんと示すということによって、まあ、データの再利用、再分析を容易にすることで、まあ、各産業の研究の分野の発展をつなげていくということになっています。その他、まあ、データ駆動の科学の送信だとか、先ほど示したように教育分野のアウトリーチを活動しています。これは、我々は、まあ、WPDB のチームとして働いていまして、今回、まあ、発表したのは PDBJ のデータアウトチームと、まあ、それから RDF の設計に関与してくださったその他の皆さん方に御礼を申し上げます。で、質問、提案がありましたら、ぜひホームお問い合わせ連絡していただけると幸いです。以上です。